こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日もですね、淵野さんにですね、来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、簡単に自己紹介をお願いします。はい、私株式会社 MFS 不動産投資業部執行役員の淵野上と申します。私たちですね、 MFS の中のですね、インベースというサービスを行っている事業部なんですけども、投資用不動産に対してのローン付けであるとか、ローン付けであるとか借り換えであるとか新規の借り入れ、あとはさらにですね、私はグループ会社のコンドミニアムアセットマネジメントという会社の代表も兼任しておりますので、そちらの方でですね、不動産の売買までお手伝いするというですね、幅広くワンストップでお手伝いしている会社でございます。よろしくお願いします。お願いします。やっぱりこうローンに詳しいというところで、ちょっと今日はですね、お聞きしたいのがですね、住宅ローンを使ってこう不動産投資しちゃってる人いるじゃないですか。いらっしゃいます。であれ、最近ちょっとよくこう新聞とかで問題になってるっていうところが、こう発覚して問題になってるっていうところを聞くんですけども、あれやばいですよね。はい、そもそもお約束違うわけですからね。そうですよね、はい、金融機関さんっていうのは、はい、そもそも資金使途だね、その融資のその目的っていうところをちゃんと見て融資するわけなので、そこに違反してるっていうところですもんね。そうなんです。で、皆さんご存知のようにご事情があって、例えばお仕事で転勤していて銀行さんに OK もらって貸してますよとか、そういったケースはもちろん、しょうがないということで銀行さんも認めていただいてるんで、当然になんか全てがその悪みたいな感じじゃないんですけども、不動産投資を目的にしてですね、貸してらっしゃるような方については、やはり銀行さんの方からご指摘入った場合はそれなりの対応を求められるというのは実際でございます。そもそもここに住んでもないみたいなありますよね。そうなんです、私のところにもご相談たくさんとかいくつかいただくんです。たくさんって語弊があるんですけど、多分でも少なくはないと思っていてですね、でその中にもご事情がある方、しょうがなかったんだという方と、あとはお住まいじゃない方いらっしゃるんです。お住まいじゃない方についてはですね、なんでっていうと、いやこれはって言って、無邪気に、いや貸そうと思ってって方もいらっしゃるので、これはもうですね、どうしようもなくて、例えば一つはやっぱり普通に住宅ローンで買って住むつもりなら住所は移転してるしかるべしじゃないですか、そうですね、あれを動かしてない方、ああいったところは銀行さんは容赦はないです、それはそうですよね、そうですね、もうそもそも論として、それ目的としてそれは不動産投資用ローンとしてやろうとしたんでしょうという話になってしまうので、そういったところはまずもう論外でございますね。で、最近の傾向ですね、以前であればその、例えばしょうがない方っていうのは銀行さんも許してくれていて、しょうがないからねって言って次のローンを組むとか、そういったところにも、そんなになんかネガティブじゃなかった、いやこれあれなんですか、そもそも違反が出た時に一括返済とかを求められたりするんですかね。おっしゃる通りです。その話ですよね。そうですね、失礼しました。その話しないと、基本的にはもう違反ですから、一括弁済を銀行さんは求めることができるわけですから、実際上お話来るんですね。で、これ皆さんご興味あると思うんで少しだけお話すると、例えばやっぱフラット3兆ですよね、公的資金使っているようなものですから、独立行政法人さんの方でやられているものですから、あれについては正直その通知書で一括弁済を求められそうだっていう通知は来ている方は何名か私も拝見しています。で、嘘か本当か知りませんが、聞いた話によると春先になると実際上に表札を見て回っているという噂、いやだからこれやりますよっていうふうに金融機関の方から言われたことがあって、私がやるんですよっていう話を金融機関さんが聞いていて、実際上になんか面白くはなんでもないんですけども、その時期的に6月か7月ぐらいにそういった通知が来ました的な、もしくは紹介状が来ました的な話は何件か今年でも頂戴しています。だから本当に見てるのかもしれないって私ちょっと思ってます。そうするとどんどん発覚しちゃうかもしれないってことですよね。そうです。で、特に、言ってしまったら公的資金を使っているフラット35なんかあったらば、もう言語道断なわけですよね。そうすると文章もちょっと私実は拝見したこともあるんですけど、強い感じですね。ただしで、いくつかパターンもあって、これご興味あるかと思うんですけども、要は理由説明してくださいみたいな話で、そこでなんか住所移転してたんだけど、ちょっとご家庭の事情でみたいな話があったらまた違ったストーリーもあるんだと思うんですけども、じゃないものに対してやっぱり説明ができないものに対しては結構厳しい内容の話が、で、その最終通告文の実物は私見たことないんですけども、噂によるとあるという。じゃあもしですよ、その一家先生責められましたって時に、他でじゃあちょっとこの借り換えみたいなのってできるんですか？できますというのは、できましたなのか、できますというのは、
できます一応ですね。ただなんか私が歯切れ悪かったですよね、うん、悪いのは、うん、最近ですね、まあ、あのどの銀行さんとは言わないんですけど、そこに対してもかなり厳しくなってきていて。あ、そうなんですか。要は、まあ、もちろんあのさっき言った一旦住所を移してる移してないとか、はい、それとも見るんですけども、うん、何はともあれ住宅ローンで貸してしまってる方に対してはネガティブっていうようなスタンスを出し始めている銀行さんもあります。あ、ですから、はい、いやいやそうは言っても仕事の事情で言ってたんだから、うん、いや分かった分かった、じゃあまずはちょっとなんかそこは一旦整理するのか借り換えできるのかどうかも話はちょっと相談しようよと言いつつも、持ってること自体がネガティブっていうような。あ、そうなんですね。ですね。なんで私はちょっと若干歯切れ悪いのは、結構細かいところを見るんでこう言ってますけども、うん、何はともあれネガティブ路線から入っていってっていうのが、うん、ですからやっぱりですね、この金融緩和の状況下でどこに貸すか貸さないかとかっていう二極化が進んでるのかなと。その時にちょっと、まあ、貸すって言ったら失礼ですけども、ちょっとなんか問題がありそうな方に対してはその借り換えすらももう売ってください、これは任意売却してくださいみたいな話も出てきてるのかなっていうのが。借り換えもできないとなると、もう売るしかない、ね、あ、売るしかないんですね。で、やっぱり売った時にちゃんとした金額で売れるのかどうか、うん、ご存知のようにオーナーチェンジ物件っていうのは通常マーケットの実需で居住用で売る時よりも安くはなるじゃないですか、うん、利回りで利回り計算するの で、はい、そうですね、っていうのが一つですし、はいはい、あとは借り換えられたとしても、うん、まあ、ネガティブベースからスタートですから金利は高かったりする、うん、ですから。なるほど。そうなんです。で、期間もあれですか、あのフラット35だと35年とかで借り入れたのが借り換えると20年になってみたりとか、仮に30年、まあ、もしくは10年みたいな話になってくると、はい、もう本当に厳しいですよ。まず何やとまで期間が短くなりますから、はいはい、返済がだってもう返済額が上がっちゃいますから、当然家賃収入なんかで返せないっていう、ね、返せないんですよ。でそれでしかも金利もやれ、まあ、フラットで言ったら 1.何%で、はいはい、まあまあこれが高い安いの議論はあるんですけども、はい、少なくとも投資用ローンとしては安いじゃないですか。安いですよね、はい、これが、まあ、私のお客さんなんかでも 2.8% とか 3% ぐらいになっちゃったりして、で期間も20とか短くなったりするじゃないですか。気づきの手出しが、はあ、3万とか4万とかってなると、うん、もう投資どころではないわけですよ ね、はい、そうすると急いで売らなきゃいけないよみたいなストーリーにもなってきますけれども、うん、さっき言ったように売りにくいですよ、ね、うん、なのでちょっとこれは気をつけなければいけないお話、うん、もしくは、ね、いる方はちょっとそこはご自身でどう整理つけるのかっていうのは、うん、まあ、もちろんご相談いただければですね、うん、あれなんですけども、まあ、考えなきゃいけないのかなと、うん、それ相談したら何とかしてくれるんですか。はい、私たちあの出口も、はい、あの保護売却の手続きもできれば、うん、借り換えのお話もできたりしますので、うん、でちゃんとしたストーリーができていてちゃんとした借り換えができるっていうケースもありますので、うん、そこはですねご相談いただければというですね、はい、ところでございます。もしそれなんか不安を感じている方がいらっしゃったら、もう相談した方がいいですよね。ぜひそうですね、私たちインベースにご相談いただければですね、あの借り換えから売却までお手伝いできるというのは強みでございますので、うんうん、まずもう真っ当な投資をしましょうということですよね。おっしゃるとおりです、はい、あの日の当たるところですね、はい、ぜひ投資を、ね、歩んでいくのがいいかと思います、はい、それが一番ですよね、はい、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。